はいいこや久々だわめちゃくちゃ久しぶりです申し訳ないです久々の更新になりました一歩目ちょっと雑談なんですけど何で遅れたかっていう話をちょっとしようかなはいはい聞きましょう僕引っ越したんですよそうなんですよね手伝いましたありがとうございますでこういろいろ引っ越しも手続きあったり運んだりして手伝ってもらったりとかあと僕ら仕事を別にしてるじゃないですかそうですねだからもうそれもありつつちょっと更新が遅れちゃったんですど申し訳ないすいません この,ね、このタームまた何本かポンポンって上がると思うので、はい、ちょっと楽しみにしていただければ一応目標はね週1本は絶対上げるっていう目標なんですけどすよ、ね、まあちょっとゆるりと待っていただければなっていう,うですねいや大変なんですけどでもその中でもね結構映画見ました、うん、まあ映画館には ちちょくちょくく行きました、ね、10月はね、うん、これ11月の頭取ってるんですけど、うん、<laughs> 10月はね、はい、かなり強かったもんね10月はね何本見に行ったかなでもまあ対策は007とデューンが見に行った、うんはい、007ねちょっと007から話しますのです、うん、そうですねど,どうでしたいやーなんかまあ賛否両論,論は分かるとうん,うん、うん、まあすごい賛否両論,論分かれてる作品じゃないですか今回のノームってそうだねただねた ああのまあ、僕も最初最初というかまあ中盤、うん、まあまあまあうんなるほどうん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 って、うん、見てたんですけまあそうだね最後でまああれはありがとうっていう <laughs> でもあの僕らあのダニエル・クレイグまとめた動画はいはい前やりましたけどなんかこうあの時はもちろん見てないんで分かないですけど、はい、あの僕らほらダニエル・クレイグと ボンドが重なるってああまあそうですね話をしたと思うんですけどはいはいはいまあ、まさにこう最後の展開っていうのはの最後のセリフはい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 とかやっぱダニエルクレイグにちょっと重ねてね、うん、あそこはちょっとグッときたちょっと泣いちゃいましたねうんまあただそうねいやうん,うん多分意見一緒なんだけど、うん、ダニエルクレイグは素晴らしかったけど、うん、映画としてよ うんーまあっていうのは正直なところまあ確かにねっていうのは多分僕らが多分キャリー・ジョージ・フクラガが好き、うん、まあそうですね、うん、で彼ならもっとやれたあと多分彼が多分あれだよね関与してないっていうか、うん、多分コントロール不能だったシーンは多分多分ま,まあ確かにねでもなんかこれ監督が最初ダニー・ボールって言われてたじゃないですか、うん、ダニー・ボール版どうなってたんだろうなって <laughs> まあもっとななんいいいとこ言いましょういいとこねこれはこの2つシーン好きなシーンがあって1個はオープニングの序盤のねサスペンス展開あれはなんか福永節というかんかこうカメラも淡々と動いていて結構こう芸術的なシーンもあったじゃないですかすりガラスにこうパワーパワーするとか殺し屋が来る展開とかっ ちょっと引き込まれる僕、ねうん、はの車でグワーって回転して、うん、あのマシンがブワーって打つとこさ <laughs> え何森の中やっ <laughs> ちゃいましょう車で回転してマシンがグワーって回転しながら、ね、敵に囲まれてそうねあのオープニングアバンまではめちゃくちゃ良かったのあの電車でねさ、うん、っていうね、うん、でこうドクターのま、ねはい、あそねでもさあの オープニングクレジット僕好きで見るんですけどあのなんかピストルが DNA の形あれとかなんかダサッと思っちゃった <laughs> なんかねちょっと面白かった、うん、カジノロワイヤルのダサさをちょっと思い出させられたそうだね, <laughs> うだね <laughs> 確かにあとねもう一個良かったのは終盤の、うんあのー、人殺しながらどんどん塔は上がっていくワンカットシーンあこれ もちろん皆さん見てるっていう前提でちょっと話させていただいてます。まあでも最後のちょい言ない。最後のちょい言ないですかね。あの最後あののちょっと手前あのほら階段てか斜線階段こう上りながら敵を殺していくし、あれ普通に考えて一人で全員倒すのって無理だと思うけど、なんかあの戦い方だと、あ確かにボンドならいけるかも人を盾にしてさ、あの展開はなんかこうあ複雑。なるほどね。 全然意識してなかでも結構好きなシーンあるけどね何かあのシーンごとに良よかったんだけどまとまってお話としてはうんっていうとこあっただけであの森の中でさ俺は「スター・ウォーズエピソード6」の森の戦いのシーンっぽいう、ワイヤーで敵の車つってさ効果的に銃撃ち込んでたすとかそう確かにねでもあのシーンに関して 敵のあのほら、CIA かなんかのさ、やつあそこで,で、うんああ、あの、あの、あの人ね、うん、そう。でも、あの、もう言いそうになっちゃった。<laughs> あの、キャリー女子福永ならもっとグロい殺し方とかしてほしかったなっ、うんああ。死んだって言っちゃうんだ。テーマでね、ぺちゃんってね,ね、そうそうそう。そうなんだよ。あの、塩酸プールとかもっとうまくたとしかったんな辺 ねなんかこういういるのかなこれとか思いながらあの動画でも言ったんですけど僕ら「トゥルー・ディテクティブ」ってドラマが好きで大好きでそうそうであのドラマ好きな自分らからするとなんかこうグロいっていうかこう残虐なシーンを芸術ージ的に撮る人はもうちょいいけたんじゃねっていうあとんか脚本がよく分かんなかったまあそうだねうんか「毒の島」みたいなはいはいはい は？ハハ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 えおみたいなまあ一個一個はね良かったんだけどねあとあのそうね穴であるます穴であるますもっと使えいや本当スピンオフ希望いや本当そうスピンオフやってほしいよなあれマジで穴であるますちゃんが出てるシーンは全部良かったみ短かったけどまああとこう これあんま言いすぎるとあれだけどさあのほら、うん、もう一人のエージェントが出てきてさ、うん、あの人がこうまあこう新しい007女性だとか黒人だっていう意見があるから、うん、そのメタ的なさ、うん、セリフが結構多くて、うんうん、まあそのために使うだけだったら俺いらねえなって正直思ったなんか確かに物語として必要なのであれば全然ね、うん、出てきてもいいと思うけど、うん、なんかその取ってつけた感というかね、うん なんかあのこの人がいなくても成立する話やったじゃないですか今回の作品っていうかダニエル・クレグ・ワン・ボンドって女性がこうちゃんとさ自分でこう戦うっていうか思ってもらう存在ではない部分は結構多くてでも今回も結構そこは良かったと思うんだけどとはいえなんかこう多すぎるっていうかなんか3人いるじゃん主要なの2人とか1人でこう絞れたんじゃねえかっていうのはちょっなんていうんですかねこの 世気にしすぎてるっていうか周りの目気にしすぎてますよね絶対これ入れてるんでねみたいなまあそうねそうねまあ映画見婚してそこじゃないと思うんですよねやっぱりまあまあまあでも最後だからねまあね。僕はうん良かったと思いますけどねうん僕いや僕も掃除手好きですうんまあそうだねもう一回ぐらい見たいけど掃除手好きなの 確かに確かに感じでしたね。一方ジュンどうでした。ジュンジュンもあのなんかねあのツイッターの人たちとかネットで見たらなんかまあ賛否いろいろ分かれててあどうなんだろうと思って見に行ったんですよ。僕はめちゃくちゃ好き。いやめっちゃ怒ってる。僕はめちゃくちゃ好きでした。これやっぱひ批判ってやっぱさなんかこうあそこまでにしては長いみたいなことでしょ何も起きてないみたいな。でもなんか二部作三部作 わかんないけどその一生だと思ってあんな優しい絵がないんじゃないかなっていう <laughs>、ね、なんか僕は単純にすげえワクワクしたんですよね、うん、見てて、うん、なのでなんか本当に初めて「スター・ウォーズ」見た時の感覚みたいなそうだねそれは間違いないめちゃくちゃワクワクしたんで、うん、えこっからどうなるんだろうみたいなそうだねなのでなんかもうすごい少年心思い出したというか、うん、すげえ好きでしたねなんかあのーう まあ確かに賛否両論分かれるけど俺は二部作としてのアプローチとしてはめっちゃ良かったなって思うのはあの最初の「惑星からだの水が豊かな星」から「アラキス」って砂の星に行くときにこ,うここではこういうことをしないと生きていけないっていうものを結構時間かけて描くからさ丁寧でしたね。ななんんかかこここううやっぱっぱ映画てさそこなんかこう 「スター・ウォーズ」とか「ハリー・ポッター」とか後半ちょっと残念っていうかここ欲しいなって思うのは個人的にはね、はい、あの 俺らが行ったことない星の人たちの話だからそこの日常生活っていうのを俺結構描いてほしいああ面白いですよねんかハリー・ポッターでいうと魔法学校のね生活が見たいみたいなキリッチとかさホグズミード行くとかそこが好きだから僕は「秘密の部屋」とか「あずかンぐらいが好きなんめちゃくちゃ面白いですねスター・ウォーズも前半はそうなんだけどやっぱこう敵が大きくなっていくにつれてやっぱ戦いにフォーカスしていくだけどデューンは割とこう食いもん服とか 歩き方にこの星では踊りみたいなね歩き方ねこの星ではこうしなきゃ生きていけないんじゃよっていうのを教えてくれるっていう、うん、なんか普通にワクワクしたなんかあと僕あの出た瞬間真似したのが「ああ <laughs> やるねやるねこれね <laughs> 今度から挨拶これで <laughs> <laughs> こんにちは」っ <laughs> て <laughs> トイレ行くきは。 はいかっ,かった、ね、あれかっこよかったキャスティングの話しますかあキャスティングはもう僕全員よかった文句ないよねあれねあの僕一番好きなのはあのステランスカルスカルド <laughs> よかったねスカルスカルド父ちゃんめちゃくちゃよかったよかったね <laughs> 気持ち悪かった, <laughs> かった、ね、マジで。あの風呂みたいなと泥の風呂みたいなね <laughs> 殺せ <laughs> みたいなね <laughs> めちゃくちゃ良かったまあ俺あのんじゃ俺普通に言うわティモシシャラク全ィアめっちゃ良かったまあもちろんねそこは良かったティミーはもうんかこう選ばれし者感とかあと強さあと気品もうんかもうそれ以外ティミー以外考えらんの確かに王子だよねっていう王子王子王子だわ確かにね あとあ全デイやねもう何か全デイやはんかこう神々しさっていうかかこう登場するシーンはすごい少ないんだけどスポット的に出てくるじゃないですか映像としてでんかこう一瞬でこうこの人はこう運命の人っていうか出会うべくして出会う人なんだな存在ですごいかったあれも全デイや以外考えらんないこう全体を通してあの まあティミーもそうだしティマシーは、ね、フランスとアメリカだとかゼ、はい、ンレイヤはアフリカとかオランダとか、はい、こういろんな血が混ざってる人ばっかりなんですよオスカイザッにしろレベッカ・ファーガーンにしろ、はい、だからこうそのキャスティングっていうのもこう何人かわからないっていうのはああそうかそれ大事ですねのこの,中ミライの話においいてすごい大事な,、はい、なで何か、ねうん、ええー まあ、ジェイソンもまあ美味ししい役だったオスカー・イザックも良かったんだけどあの結構俺レベッカ・ファーガスに良かった。良かったですね。母ちゃん。母ちゃん。うん、いやただまあ女子ブローリンとかもうちょちっあ、まあ、確かに女子ブローリンはねなんかえどうなったのっていうのがちょっとすごい気になりますね。うん、でも、あのー、僕まだ パート1までぐらいしか前半前作原作見てないんでわかんないですけど、うん、これジョシュ・ブローリンは明確に死ぬシーンが描かれてなかったからこれもう皆さん見た手で,で、ね、<laughs> 見てください見たっていうので見てくださいこれじゃあネタバレありって書いてあるそうですね、うん、なんかこう2出てくるのかなとかねああなるほどねなんかうんそういう予感もしつつはい フルチンでそうだねあそこめっちゃ好きね、うん、あれよかったなあとは俺半数島はそんなに好きじゃなかったけど今回のそのトラはまあなんかこう結構表に出過ぎな部分もあるかもしれないけど俺はめっちゃ効果的だったと思っ、うんうんまあ、確かにねあの重低音がすげえデューに合ってましたよね、うんうん あのそうだねあのドゥニビル・ヌーブ武士的な音楽でもあったしうこうちょっと民族的なうん牧歌的なね雰囲気があって、うん、あってかなり良かったなっていう、うん、今回サツカンどれだったんですかね、うん、あ確かにロジャー・ディッキンスじゃないですよ、ね、ロジャー・ディッキンスはなんかあのー、あれ1917で忙しいから断ったみたいなあ,あ同じ時期に撮ってたのじゃない多分えー、じゃめっちゃ前に撮ってたんだっていうんでほら ポスプロの鬼だと思ね1年か一年以上かけるからねポスプロにそうなんですよデューン良かったな早く2見たいなって制作決定してね無事いやデューン気になるなその2であの砂の民いるじゃないですかうんあの人たちのんか新キャラとかがねどんな人たちとか出てくるんだろうとかハベール・バルデムがほら最後出てくるけど彼の活躍とかねあとスティンガーってキャラがいるんだけどとか出てきてないしなるほどね まあ僕らもあ,のあれですね挨拶はかかかけましょうか <laughs> あの,つばのシーンよかった <laughs> でもなんかああいうだからさっきも言った、うん、その星のルールみたいなものを、はい、だからあのつばのシーンなんていらねえんだよ <laughs> まあ確かにね<う>あれ原作でもあるんですかいやどうだろうそこまでまだ読んでないああそうなんだそうでもなんかこう一応説得力あるじゃん確かに、えー、そうなんだ、うん、そういう風習なんだっていうねありますからね あとまあアクションシーンでいうとこう迫力がないみたいな俺の友達は言ってたんだけどさまあ,まあ確かにうなずけるっちゃうなずけるんだけどなんかこうアプローチ的な視点でいうとこうなんかこうシールドみたいなのをつけるでしょであれが青から赤になるみたいな,なんかでニビリネーヴァ多分こう1対1の戦いっていうよりはこう。 複数が戦い合っていてどっちが食らってるかっていうのをこう色彩で見せることでこ俯瞰したアクションみたいなのを多分やろうとしてたのかなって思ったんでなんか試みは面白いなと思って,てまし、あ、たそもそもズニってそのアクションを見せる人じゃないですし、ね、全然違うねう、うん、まあ確かに今回ね脚本も書いてるし、うん、そうなんですよ久々に、うん、プロデューサーもやって、えー、いやお忙しだお忙しだよ でもあのパート2発表されたじゃん。で公開が2023年とかそれもそのぐらいですかねみたいなアナウンスされたじゃん。はい、ってことは連チャンで作るでしょ。もうそろそろだよ、ねね、書き始めないと間に合わないっすよ。もう書いてるのか?「スター・ウォーズ」とかやめない分かんない「スター・トレック」やるかもしんない。ああれあのあれハリーーポッターのあれ <laughs> ファンタビとかやんないよねファンタビはもうデビッドイエツがずっとやるんで専門家に任せましょう「ハリー・ポッター」のというところでねそんな感じですかねちょっと今日今回雑談ま雑談というかね日本みたいな映画ま軽くねあのねレビューじゃないですけど感想をね久々にやるときはね大体雑音から入ってしゃべりなり慣れなれたいなりたいなりたいなりたいな ちなみにこの後上がるのがルーニー・マーラとホアキン・フェニックスの2部作で頑張って超大作ですので皆さんお楽しみにこの後撮るんでお楽しみいただければと思いますでは面白いと思ったらいいねコメントチャンネル登録あと007と砂の惑星のね感想とかコメントでいただければと思います僕らはどっちも一応面白かったらいいのかな ということで、コメントもいただければと思います。はい、では、シネマファストクラブでした。バイバイ。<laughs> 何それ <laughs>